新イタリア学派は19世紀中頃より誕生し、1880年代から活躍したイタリア人作曲家、特にオペラ作曲家を指して用いられる概念である。フランスのジュール・マスネ、およびドイツのリヒャルト・ワーグナーの影響を受け、重厚で色彩感に富むオーケストレーション、ライトモティフ的語法の多様などを特徴とする。この学派に属する。 作曲家と一般に考えられているのは、アントニオスマレーリア、アルフレード・カタラーニ、ルッチェーロ・レオン・カバンロ、ジャコモ・プッチーニ、アルベルト・フランケッティ、ピエトル・マスカーニ、フランチェスコ・チレア、ウンベルト・ジョルダーノなどであり、彼らは大体において、1890年代から20世紀初頭にかけて流星を見た、ベリズム・オペラの作曲家に重なる。 色彩感豊かなオーケストレーションという点に着目する場合、上記作曲家たちよりも若い世代に属し、必ずしもベリズモの作曲家には該当しないフランコ・アルファーノやイタロ・モンテメッツィ、リッカルド・ザンドナーイなども、この新イタリア学派に含めて論じられることがある。また、新イタリア学派と同世代ながらも宗教音楽や気楽曲の作曲家であるロレンツォ、 ペロージをその一員に含める場合もある。一方で、年齢的には、この第二グループに属するエルマンのボルフ・フェラーリは、その代表作の一つ、マドンナの宝石が典型的なベリズムオペラであるにもかかわらず、彼自身はもっぱら、ドイツで活動したこと。イタリアでは、カルロ・ゴルドーニの儀曲に基づくオペラ・ブッファの作品ばかりが評価されたということなどから、 新イタリア学派には含まないことが多い。同様に、オットリーノレスピーギはその受けた音楽教育、長じ手の作風ともこの学派とは全く異質の存在であった。第一次世界大戦後は、ピツェッティ、マリーピエロ、カゼッラ、ゲディーニ、ディエティなど、1880年代以降に生まれた、器学曲の創作を過激よりも重視する新世代の影に隠れるようになった。 ありがとうございます。